はい、どうものぼ、せつでございます。今回はですね、前回がバックアパンチ、その前は電源の入れ方、今回はランディングパッドについてご説明します。ここはまず初期部屋のここですね、すぐそばにあるランディングパッドを起動、四角直しでって書いてありますね。ここを起動させてもらって、このヒューズは必要ないですね。このヒューズはトラムを呼ぶだけのヒューズなので。そしてまず、そうですね、電源をつけないと全部のランディングパッドは起動できませんので、電源を起動させてください。それとですね、まあ必要ないかなという、まあ、ここだけでいいかなという方は起動、わざわざ起動しなくても、あ、でもそうですね、電源を起動しないといろいろな謎解きもできませんので、まずは電源を入れてください。ポイントを貯めますね。で、ここですね、さっきあそこ開けて、ちなみにここね、自販機の下はこう往復前進すると100円が落ちていますので、ぜひね、積極的に拾っていった方が最初はいいでしょうね。で、ここ開けて、ですぐ左側の方ですね、階段を上って狭いところです。ここにあります。はい。で、だいぶね、狭い場所なので、積まないように気をつけてください。さあ、電源を入れに行きましょうね。はい、ここですね。反対側から行くという説明も前いたしましたが、今回のそのランディングパッドのこともありますし、まあどちらでも構わないんですけど、ぶっちゃけ自分はあっち側の右側の方の方が行きやすいかなと思います。パワーをオンにしていただくと、こっち側ですね、この時計台ですね、ですね、ここの時計台のここのすぐ隣にあります。それと最後に地下の遺跡のところのワープの場所ですね、あのワープの場所からワープしてもらって、そしてロケット発射台ですね、そこにあります。あともう一個はポイントを貯めましょう。はい、では開けていきましょうか。ここ開けてワープしますね。そしてロケット発射台にたどり着きます。ですぐここです、すぐ右側にありますね。ここを起動させて、で終了でございます。全部のランディングパッドは全部起動させなくても、1箇所や2箇所だけでもランディングパッドは機能しますので、でもまあ3つね、全部起動させることによって別にこうデメリットはないですしね、全部起動させた方がいいと思います。それでは、そうですね、各各々のどこに飛ぶのか、どこにワープするのか、それを見せていきたいと思います。で、一つ注意してもらいたいのがですね、このロケット発射台に行くときですね、テレポートから行くときも、このランディングパッドからあそこですねに行くときも、ロケット発射中には行けないんですよね。だからその辺を注意してもらわないと、なんかいざランディングパッドで移動しようとしてもなんかできませんみたいな感じで積んじゃいますので。で、ここは初期部屋につながってます。ドン、こんな風にですね、飛んでいけるんですよね。さっきのロケット発射台は初期部屋に行きます。そしてこれはこっちですね、ここの細いところですね、この狭いところをね、本当に気をつけてほしいんですけどね、なかなか積みやすい場所になっておりますので、ちょっと500ポイント貯めないと。
よし、とりあえずいいですね。ここはこの時計台につながってます。で、ここですね。ここがロケット柱につながってるんですけれども、今は大丈夫ですね。多分ランド開始時とか、多分そのくらい、その周期ですかね。で、ロケットが発射されて、たまに行けないっていうことがありますので、でもそれも何秒間の間ですね。で、同じくテレポーターも、地下からロケット柱にのところに行くテレポートも使えなくなりますので、ご注意ください。じゃあ、行ってみましょうか。ちょっと、ほい。おう。これ絶対足折れますよね。まあ、こんな感じですね。で、あともう一つが、ちょっと、まあ、あ、そうですね。もう一回500ポイント貯めましょう。すごい敵が多い。よし、とりあえず溜まりましたね。で、一度こういって、ちょっとごめんなさいね、こういろいろぐる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 回っちゃって。あともう一つがこっち側にあります。一度上に上がった方が、あ、結局溜めないといけないですね。またはい、最後はここの広場ですね。の、これです。なんかちょっと、なんだろう、なんて言えばいいのか、わからないですけど。こんな装置がありますので、ここから、あの狭い階段のところに行きますね。行きます。よいしょ。はい、といった感じでございます。ランディングパッドの機能。まあ、瞬間移動というか、パッド移動できますので、こう、やばいなと思った。こう積みそうだなと思ったり、そこで立てこもったりするときにまずいって思ったときに、すぐ500ポイントなのでね、安いのですぐ移動して安全を確保するっていうのも一つの手ですね。といった感じでございます。その冷却中とか、なんだ、その使用回数ですかね、1ラウンドに1回とかっていう感じではないので、バンバン使っていきますので、バンバンね、使っていっていいと思います。ちょっと自分で何言ってるのか分かんなくなった。はい、といった感じでございます。今回の動画は、ランディングパッドについてのご説明。次回は、ここの特殊武器っていうのかな、ワンダーウェポンっていうの、まあ、ゾンビ詳しくないからよく分かんないんですけれどもね、あの、スペシャリストのマルチプレイヤーでいる、あの、なんだ、アウトライダーっていうね、キャラクターのスペシャルウェポン、スパローですかね。これでは太古の怒りっていう武器の名前らしいんですけれどもね、すごく強いらしいです。実際使ったことないのでわからないですけど次回はそれをご説明していきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また次回をよろしければ見てください。それじゃあまたね。